2022年11月の23日でございます。夕方です。はい、鈴音音を。鈴音音をキャリーに入れております。どう どうですか。はい、そしてこちらリンゴジュース。ちなみに、毎度のごとく念押しをさせていただくんですけれど、ウサギにとってリンゴジュースは、まあ、ジャンキーなおやつの一つにあたるので、あまり開けすぎはよろしくないです。我が家も普段からそんなにあげてるわけではないですね。どうしよう、どっからあげるのがいいんだろう、これ。逆にいてくれれば。いいか、開けちゃうか。どう？リンゴジュースだよ。シュジュ。はい。緊張状態ですか、もしかしてこれ。どうぞ。反応がない。反応がない。暗すぎてお口がどこか見えないです。おしず、君黒いんだもんだって。ねねちゃんは？おしず、なんか今のところじっとしてるけど、どうなんだろうね。なんか今はすごいじっとおとなしくしてるけど、解放した時どうなるんだろうね。なんかまた、えい、口がどこか見えないです。おしゅじゅ、シュチュー。今ね、すずさんが特に寒毛気っぽいんですよね。まあ時期的には間違ってない。この時期は確かに寒毛気になる。あ、お口ここかな？見えない。見えないんですけど。お口をこっちにちょうだいな。リンゴジュース美味しいよね。めっちゃこぼしてるけど。ペロペロしてる。はい。お主人は？ちなみにこちら側のねねさんがいるところにアルファルファも一応入れてるんですけど。鈴が反応しない。ねねさんは元気そうなんだけど。ジューシューいらない？
なんだろう、緊張してんのか、なんなんだか。どういう状況？すずさん、これは。まあ、そもそも、ねねさんいるいないにかかわらず、今日最初にすずさんをキャリーに突っ込んだんですけど、もうキャリー突っ込んだ時点で足ドン連発してたんで、キャリー自体がそんな好きじゃないんだとは思うけど。ただまあ病院連れてった時もキャリーバッグ使いましたけど、その時はキャリーバッグの中でリラックスポーズしてるぐらいだったので、ああ、避難した。喧嘩には発展しなかったけど、また多分すずさんが閉じこもって出てこないんじゃないかな。本日おばあちゃんはこちら。えい、君が一番乱暴なんだよね。おやつ関係、おやつ絡んでくるとね。で、一番ソフトに持ってってくれるのがすずさん。そういえば、シマリスにリンゴジュースってまだあげたことなかったね。いる？あら、結構受けいいんじゃない？よいしょ。可愛くない？まあ、あんま上げすぎは良くないんですけど。ないです。もうないです。ちょっと、おすず？こう膨らんでるからいるかな。なんかこの辺にいることにはいるはずなんだけどっていう感じ。ごめんね、ジュースだよ。ご褒美のジュース 出てこないな。お皿にある分をこの辺にでも置いときますか。なかなか仲良くって難しいね。よいしょ。はい。リンゴジュースなんかすごい受けがいい。やっぱジャンキーな飲み物、食べ物って美味しいんだね。かわいい。君ら体ちっちゃいからね。うさぎ以上にちょっと上げすぎは。ねねさんはこれで終わりです。はい、あとお皿に残ったのはすずさんの分。まあちょっと、すずさんが裏に隠れちゃったのもあるし、もうちょっとこのままで様子は見ますけど、今日もなんかあんま仲良くなれた感じはしないですね。
まあ、まつりさんとねねさんはご覧の通り、刑事腰だとそこまででもなさそうなんだけど。ね。ねねさん、なんでだい？いやー、これで改善できるもんなんかね。なんか、そろそろ諦めるべきではみたいなのもね。なんかもうちょっといい方法が思いつけたらまたやってみるかって感じですね。はい、ちょっと今日もダメでした。